これは行政を歪めたとか、この泉、大坪の両者の関係ですね、それから予算の使われ方をねじ曲げたとか、いろんなことを言われてます。で、それも問題だと思う。で、私、一つだけちょっと許せないと思うことがあるんです。聞くだけ聞いていただきたいんですが、今回、大きな問題の一つに、この両者の関係が不適切だったのかどうかは立証のしようがありません。が、これを公費を用いて、国際出張の最中に不適切な関係が行使された可能性はある。で、これを官房長官、手配したのが霞が関の若い職員だってことなんですよ。私ね、これ20代、30代の若い職員がやってる。50代、60代の政権中枢の極めて偉い人たちから、こういう出張手配依頼が来るわけですよ。部屋をつなげて確保せよと。男と女がですね。これを受け取った若い職員は、おそらく現地でチェックインまで案内し、朝迎えにまで行ってんですよ。その職員がどう感じながら、この手配をしたか。この一時をもって霞が関に対する、いかにこのモラルの低下、こういうの習いますからね、後輩は。極めて不適切だと思う。私、官房長官、改めてお願いしますよ。この二人の、それだけいい気になってんですよ、官房長官の意を借りて。私はね、厳しく処分してください。懲戒免職も含めて、更迭を含めて、厳しく処すことを官房長官にお願いしたいと思います。今、小川委員は指摘だけと言いましたが、答弁はいるんですね。ではそのようにして、お願いします。内閣官房長官、菅義偉君。泉補佐官からはいずれの主張についても、公務として必要な手続きを取った上で、適切に対応しているものであり、後者は分けている、こういうふうに聞いています。委員長。小川淳也君。主治医は、あーんってやりませんから。ね、官房長官。これがもたらしているその大敗ぶりっていうのは、深刻だと思いますよ。本当に厳重にこれは処していただかないと示しがつかない。私、自分が若い職員だったらどう思っただろう。官房長官、想像してくださいよ。自分が20代、30代の時にね、50代、60代から部屋つなげて確保しろと言われた時のその暗澹たる気持ちですよね。これは極めて罪が大きいと思いますよ。指摘しておきます。そして森大臣、ちょっと急遽お越しいただいて恐縮です。昼の理事会に、この検察人事勤務延長に関して、公式文書が提出されたのを拝見しました。法務省と人事院それぞれから出てきています。で、この紙が申請のもので、なおかつ時期的に狂いがなければ、それ相応の検討がなされたものと受け止められる文書だと理解しました。その前提でお聞きしますが、これ、法務省も人事院も、文書に日付がない。どういうことですか、これは。法務大臣、森雅子君。日付がございませんけれども、ご答弁している日付で協議されたことは確実でございます。人事院給与局長、松尾恵美子君。お答えいたします。1月の24日に法務省に対して直接書面をお渡ししており、特にその日付を記載する必要がなかったことから記載しなかったものでございます。委員長。小川淳也。これね、当たり前のことですが、何月何日に改正されたかわからない法律ってないんですよ、世の中に。何月何日までどの法解釈含めてですよ、法制がこの国で適用され、何月何日午前0時から新たな法令が適用されるかがわからない法令改正というのはありえないんだ。これは法律だろうが、政令だろうが、省令だろうが、解釈だろうが、告示だろうが、全部一緒です。こんな重要文書に日付打ってないというのは私、初めて見ましたよ。確認しますが、内部決裁取ってますね、法務省、人事院。内部決裁ですか？決裁。法務大臣。法務大臣。法務大臣。決裁。法務大臣、森雅子君。はい、
私はこの人事院から了解を得たということを報告を受けておりまして、必要な範囲で決裁を受けたと認識しております。人事ちょっと大臣、事務方に確認してください。人事給与局長、松尾恵美子君。人事会議で決定したというわけではございませんが、参事次官の了承は得ております。決裁を取ったか、もう一回答弁。一回戻ってください。どうぞ。今の質問を。二回も三回も質問しなきゃいけないようなことですか。決裁を取ったかと聞いてます。人事院松尾、人事院給与局長、松尾恵美子君。お答え申し上げます。決裁は取っておりません。小川淳也君。委員長、ちょっとこれ、場内で協議してください。このこんなに重要な文書を決裁取らずに法令解釈したなんて聞いたことない。一体霞が関の中で何が起きているのか検証してください。